はい、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思いますこのチャンネルでは私が一日一冊本を読んでその内容や感想をレビューしていますで、普段読む本はビジネス書が多いんですけれどもその他のジャンルについてもこの動画の説明欄に再生リストへのリンクがついてますのでよろしければそちらから他のジャンルについてもご覧いただければと思いますで、えー、今日ご紹介する本はこちらの「企業研究者のための人生設計ガイドと」と いうタイトルの本になりますで、まあ、ちょっと具体的な内容になりますのであのご興味を持た,たれない方も、まあ、多いかと思うんですけども、まあ、私自身企業において、まあ、研究開発を行っているとして、えーまあ、面白そうな本だなと思って手に取ってみました。でえーとまあ、内容としてはですねその企業の研究者つまり大学での研究者ではない、えー、立場の人たちが、えーとまあ、どういった生活を送っているか。 まあアカデミアとどういうふうに違うのかとか、まあ、博士号の取得っていうのは必須なんですか待遇とかキャリアプランについてはどういうふうに考えますかまた転職や配置転換、ま、た外資企業と国内企業の違い、まあ、そういったところについて説明をしている本ですでこの著者の方がですねえっ、ー、と薬学系の方はですねえっ、ー、とまあファイザーなんかにいらっしゃった方ですねなのでえっ、ー、とまあ大学を卒業して、えーまあ、海外に出てファイザーに いてあちょっとその前は他の会社にもいらっしゃったみたいですけどもまあ、そういった経歴の方なのでどちらかというとまあ、薬学系とかですね、えー、まあ、あの生理学系の研究について詳細が説明されてたと思います。で、えっと、まあ、ちょっとですね内容が非常に具体的なのであの細かい話はあの説明しないでおこうかなと思うのでまあ、ざっくりこの本の中 中身ですねとまあ、私が今持っているその企業で研究するということについて、まあ、少し感想とかまあ、印象を説明できたらと思います。で、えっとこの本の中ではですねそのまあ、主にその企業の研究者のキャリアとか、まあ、考え方について、えー、説明されてるんですけれどもあの、まあ、やっぱり一番大きな違いとしてはですね えとそのアカデミアの研究者との違いはあの企業の研究活動に資すすす。るるととといいうところを、まあ、強く意識する点だと思います例えば、まあそのまあ、学会発表する際にもですね、えー、アカデミアであれば比較的自由に発表ができるんですけれども、まあ、企業の研究者となるとなかなかその情報の取得義務なんかがあったりして自分の思ったようなアピールしたいような内容が発表できないとか、えーとまあ、自分が特許を書くんだけれどもその特許はべてとか。 あの貴族として企業の方に、えー、行ってしまうんですというところとか、まあ、そのあたりの意識がですね、あのー、まあ、意識チェンジというかが必要だなと思って、まあ、その辺具体的にですね、えっ、ー、となぜそういう違いがあるのかとか、あのー、まあ、どういうところをこうインセンティブにしてやっていく必要があるのかというところについて説明されてて良かったかなというふうに思います。で、またその博士号の取得とかですね、待遇とか、また、えー、海外赴任とかですね、そういうま企業ならではの 変、まあ、変化化っってていいううううんんんででですすかねねアカデミアでももちろんそういう変化ってあるとは思うんです、ね、例えばキャリアとか、えー、海外への配置っていうのはあると思うんですけどもやっぱりちょっとその一個一個の意味合いがですねその企業の方が、まああのー、少し大きいというか、あのー、部分があるので、まあ、そういった部分についても具体的に紹介されていて良かったかなというふうに思います。 はいままああそんなとところでですかねでえっとまあ、私自身、あの今、企業で研究をしているというふうに言いましたけれどもあのやっぱり正直言ってですね大学で研究をしていたころと比べると、えっと、まあストレスになるような内容っていうのもあります、でそれはなぜかというとやっぱり大学と比べてですねあの意識しなければいけない点が後半にわたることですねまあ例えば安全であったりとかまあ、社会責任であったりとかまたその勤務時間についてだったりとかまあ、非常に制約が多いんですね。 でまあ、そういった点について、まあ、特に若い頃はなんかこうネガティブに考えてしまって、うん、なんか給,あの給料をもらって働くのもいいけれどもこんなに制約があっちゃなかなか自由なことできないよなというふうにまあ思っていましたなんですけどまあ、今はですねあのちょっと考え方が変わっていてやっぱりその企業で働くということのまあ一番大きなメリットとしてはやっぱり社会に、えーまあ、訴えかけるような訴求するような製品開発であったり研究開発ができるというところですね。 あの自分の、まあ、作った、えー、製品とか、まあ、考えたアイディアっていうのが具体的に社会に出ていくと、まあ、もちろん大学でもそういう可能性はあるんですけれどもその機会とか、えーまあ、機会ですねそのチャンスが、まあ、非常に企業の方が、まあ、あの多くあると。 いいうとところをまあモチベーションにすすると一番わかりやすいんじゃないいいかなとううふうに思いますでまたこれはちょっとああのー、まあ、捉え方が難しいというかモチベーションにしにくい部分ではあるんですけれどもやっぱり企業のその雇用の安定性っていうところであったりとかまたその雇用以外の部分ですねまあ、雇用に含まれるのかもしれませんけどまあ、福利厚生といった部分はあのー、やっぱり若い頃はあんまり気にしないんですけれどもある程度年齢がいってきて家族ができてきてまあ生活環境をっていうふうに考え たにですねやっぱりその企業っていう、まあ、大きな組織の中で生活しているからこそまあ得られるメリットですねもうあの意識していくとまあ企業で働くということについて、まあ、納得感が高まると思います。なので、えー、とまあ本当に自分はもう一人で研究がしたいんだっていう人に関しては、まあ、なかなかこう企業研究者として成功していくというのは難しいかもしれませんけれども逆に言えば、まあ、多くの人と関わり合ってあの物事を進めていくのがまあ嫌いじゃない。 でまあ、自分の中で、まあ、ある程度、えー、安定した基盤の上で自分がチャレンジをしたいんだっていう人にとっては、まあ、企業で研究するっていう道は非常にあのいい選択肢なんじゃないかなと思います。でこの本の中では、えーまあ、そういった具体的なキャリアパスが書いてありますので、まあ、あのこういう話に興味がある方は、まあ、見ていただければというふうに思います、はい、今日は以上になります。